皆さんごきげんよう、えー、さて、えー、今回からあの三蔵法師の旅について、えー、詳しくご紹介をしていきますもちろん三蔵法師はたくさんおられたんですけども、えー、特に、えー、今回ですね、えー、インドの様子をお詳しく記録した三蔵法師ということで、えー、2人で実は3人なんですけれども、えー、一番最初がホッン ですね、その次が現状、いわゆる孫悟空のあの三蔵法師でも,もう一人義城という3名の三蔵法師が詳しい記録を残しておられますただ3番目の義城さんというのはこの例えば物跡を巡礼してどこがどうだったというそういう記録じゃなくってむしろこの人はお坊さんの生活ですね。当時のインドのお坊さんたちはどういう生活をしていたかと。 とといいいうここに主眼をを置ててて記録を残しておられれますす <laughs> もとても面白いんですあのご紹介したいんですけどもそれはまた別の機会ということにしまして、えー、今回はその「阿叔家以後」の具体的な歴史的記録を残したあその資料としてホッケンさんとそれから玄序さんのお二人の記録についてご紹介をしていこうと思います。 さて、それで、えー、今回からはホッケンさんでですす、ね。ね、えー。時代的に古い方です、えー、このホッケンさんの旅行地を、まあ、何回かかるか分かりませんけれどもそんなに長くだらだらとはやりませんが何、えー、て言うかホッケンさんがどんな風にしてインドのことを語ってそこからインドの具体的などういう状況が分かるかというそういうところに 焦点をを絞って、えー、ご紹介をしたいいと思いま,すまあ1回2回は無理なので、えー、45回かかるかなと思いますけれどもねそれでまずう時代的に考えていきましょうこのホッケンさんですねここにあの「ホッケン伝と書いてあるこの名前お名前はこのホッケン三蔵法師ですね。で、えー、この方が中国を出発してインドに向かうその年代が紀元を 400年だから5世紀の初めですねにご、えー、ですねに、えー、中国を出発してそしてシルクロードを通ってずっとそのあの砂漠地帯ですね恐ろしい荒野を通ってどん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 西の方へ行きそうして えー、山を越え,るとこが越えることのできる場所もちろんヒマラヤがあるから直接はインド行けないわけですこれ一番最初の工事で私お話ししましたですね真ん中にヒマラヤがドーンとあるのでそのヒマラヤを越えていくっていうことはできませんのでヒマラヤ山脈に沿ってまず、えー、西へ西へとずっとヒマあの、えー、シルクロードを通りそして ヒマラヤ山脈が少しこう低くなってなんとか通れるというような場所の危ないところを越えて南へ下がってそしてえいわゆるガンダーラへ抜けけるわけですそこからようやく西をぐるっと回ってそこから今度東へ戻ってインドに入るという大変な旅をなさるわけですね。これが399年出発なんです。 それで驚くべきことを申し上げますが、えー、この中国を出た時にホッケンさんはすでに60歳を超えてるんですね。であのお旅をしてインドにたどり着くまでに数年かかります数年かけてそしてインドに着いてから着いてねあの行きましたさあ帰りますってそんなバカな話じゃないので着いてからが本当のお仕事で。 えー、そこでインド語を勉強し始めます初めてそこでインドの言葉を学び始めるわけですね。そしてもちろん仏教の本をインド語で読むインド語で話をするそういうことを勉強しもちろんサンスクリットも勉強したでしょうし、えー、それぞれの地方地方のいわゆる方言ですねそういうものも学んだはずです。これがねだいたい全部で56年は勉強時間かけておられますね。 そして最後にそこから今度中国へ戻るんですけれども戻った道筋がすごいんですねちょっと地図を先にお見せしましょう。どういう道順で行って帰ったかということなんですねこういうお。あの文字が書いてありますが小さくて読めませんねこれはいいです。あの名前を文字で示すための地図じゃありません。 えー、全体としてどういう道順で行ったかということを知ってもらうための地図です。えー、っと赤丸があるでしょう、えー。左側のこの赤丸が出発点です。出発点です。これ中国ですね。長安ですね。ちょっと見ましょうね。ここのこの赤丸がね、こっちがこれが長安です。ここから出発をしたんです。で、最後の到達地点が 到達地点がここののっち側の赤丸なんですどうなってるか分かります長安から出発するでしょうそしてどん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 とこれがそのシルクロードのね大変な恐ろしい命がけの荒野を行くわけです。歩いたりあるいはまあ馬に乗ったかもしれませんどういう乗り物に乗ったかははっきり分かりませんがで歩いた場所もいっぱいあります。 そそしてそこを越えてこの辺りねこの辺りがこの大変険しい山を越えてそれもね山一つ越えるんじゃないんです。複雑に入り組んだ高い山のそのギリギリの,あの狭い崖っぷちとかねもう落ちたら死ぬというそういうところを危ない場所をずっと谷間を越えてそして。 その山,山また山の道を越えたところここがガンダーラになるんですねようやくこれでインドとつながった場所へと抜けることができたわけですそしてそこからずっと降りてきたこのあたりこここそが、えー、ここほらあの三角形のインドがありますでしょこれここインドですよそのインドの この辺りですからまさにこここそが仏教の中心地お釈迦様が実際に活動なさった場所そしてアショウカ王がパータリプトラを中心に政治を行った、えーま、インドの中心部でここへここへ行きたかったわけですねあの、えー、それが目的だったわけですホッケンさんの旅のそしてここ,へこ,こで、えー、最初はねまずは仏跡を巡礼して回るんです えここがお釈迦様のお生まれになった場所というふうにずっと回ってねえまあ感激でしょうね本当の場所へ来たんだという感じですねそれでそれが終わった後とにえそ今度は腰を落ち着けて勉強を始めるわけですえらいですねもうそろそろ70になろうかという頃ですねえ60過ぎに出発してえもう勉強が終わった頃は70ですよ でそれから今度は戻るんですで戻り方ですけども同じ道を通ってシルクロードでチョに戻るんじゃないんですもっと先へ行きたいということでここで止まらない勉強が終わった後にここを見てくださいこ,ここねここここはあのわ、えー、かりますここは三角形のインドでインドの一番右の端 のこのどん詰まりの高校町でいうと今でいうとカルカッタコルカタですねカルカッタがあったその辺りから船に乗ってでベンガル湾というこの海をねずっと船で渡ってとうとうスリランカまで行ったんですあのホッケンさんねすっごいですね。でこのスリランカに着いてからまた数年ここで勉強したんです。 だからもうおそらく間違いなくパーリン語も勉強したしえあの多分地元のねスリランカ語も話せたと思いますサンスクリットはとっくにねもうマスターしてますしそうやって各地で、えー、学問を続けそしてその間に、えー、中国へ持って帰るための,そのインド語の資料ですねインド語で書かれた資料特に ホッケンさんが持って帰りたかったものは何かというとそれまでの中国にまだ伝わっていなかったちゃんと定着していなかった律です私の大好きなお坊様たちの生活のための法律。 これがまだ中国ではしっかりと根付いていなかったので、お坊様たちの生活どうしたらいいんだっていうことが中国ではっきりわからなかったんですね。そのためにいろいろと乱れてたわけです。で、これを何とかしたいというのが、ホッケンさんのそもそもの旅の目的であったわけです。それでそれ持って帰ってね、中国へ持って帰るわけですから、持って帰るためにはそれを手書きで写さないといけないわけです。 今みたいにコピーもなければ写真もないわけですから持って帰ろうと思ったらそれは手で写すしかないわけですねそれで勉強をしながらホッケンさんは自分でそれをおこう書き写してでものすごい量ですよでもちろんその律だけじゃありませんほかにもいろんなお経もね持って帰ってくるわけですそういうものをいっぱい、えー、まあ,あのなんていうか 写しをね、自分で写しを作ってそうして今度このスリランカからスリランカここですねここ見てください今度また船に乗ります船に乗ってここ東南アジア東南アジアのマレー半島の端っこを回ってでねこれもねいっぺんここでここあのスリランカから東南アジアまで船に乗って移動し。 でその船がそのまま中国へ行くわけじゃないので一旦東南アジアで降りてそして、えー、そこでまあ時間を待ってですね今度は東南アジアジかからら中国へ向うう船に乗せてもらうわけです今みたいに定期航路じゃありませんからねあの天候やその時のそのいろんな商売の状態とかいろんな条件が揃った時に船は出るわけです。 しかで実際に実際に最後の航海で最後っていうのは中国まで行く最後の道筋のこの船はあの途中で難破、えー、するんですね。でも嵐でひっくり返るというようなところまで行って、えー、目的地に到達することができずに、えー、っと流れ着くんですね流れ着くんです。 ここですね東南アジアからずっとこの海をこれほとんどもう漂流状態ですで最後にここへたどり着くんですねここへたどり着くんですなんかそのの浜辺に打ち,打ち上げられたたたっていいうのか、まあ、たどり着いたわけですねそしてその地元のお長官まあ知事さんですかねそういう人たちが人がですねこのホッケンさんのことを知って なんてすごい人があおられるんだということで、えー、そのたどり着いたほとんど漂流状態でたどり着いたホッケンさんをお迎えしてそして、えー、やっとこの翻訳作業に取り掛かることができるんです。たただし中国がまあ乱れていたせいせで、 元の長安に戻ることがでできませんでしたつまり出発点へそのまま戻ることができずに最終的にホッケンさんはえこのえ右側の赤丸これな今の南京ですねにえついてそこで亡くなるまでここでえ持って帰ったあのインド語のインド語の経典ですねこれをえ中国語に翻訳してくださった。もう 80近くくまでで行くわけですそれでね。すっごい人生ですね。あのとにかくその気迫行って学んで持って帰ってそれから翻訳するんだというこの気迫が、えー、我々に多くの恩恵をもたらしてくださった。大変私も心から尊敬する私今あの64歳なんで。 この年で考えますと今でいうとホッケンさんの人生でいうとちょうどインドに着いたぐらいなんですね私が今から一から学び始めるわけです、うん、そして最後命がけで船に乗って中国へ戻ってそっから本当の仕事が始まるつまり翻訳をするという仕事が始まるというまあ 本当に遠大なることを成し遂げた人なんです、ね、でしかもそういう何て言うかな中国へ持って帰ってそれを記録として残すということを行ったホッケンさんが一番最初ですそういう意味ではもうあらゆる面で産蔵法師としての先駆的な仕事を残された方なんですね。でその北京さんが、 さらに翻訳だけではなくって自分が旅をしたその時の様子をこうこ書き残してくださったという点でもこれは我々にとってかけがえのない記録として残ってるわけなんですね。もしこの「彭剣」さんの素晴らしさを知りたかったらどうぞこの平凡社のね東洋文庫「彭剣殿」先回もお見せしましたけれどもこれを読んでいただきたいと思います。 はいというわけで今日はあの概略です一つ一つお話をするというところまで行きませんでしたがもうとにかくやっぱりどれほどすごいことをなさった方かを知ってもらいたいっていうのが思いが強いもんですから今回はそういうことでホささんのすごさををままず語る回としししてご紹介を申し上げましたじゃあ一つ一つね細かいところは次の回から申し上げたいと思います。今回はこれでごご無礼しますごきげんよう